唐津くんちは、佐賀県唐津市にある唐津神社の周期霊体祭である。また、平成27年に、ユネスコ無形文化遺産にも登録された。引山巡行跡の残る町内の道路間室で、製作された巨大な引山が、笛、太鼓、鐘の林に合わせた引き子たちの、縁や、縁や、酔い座、酔いさの掛け声とともに、唐津市内の九城下町を巡行する。 祭り期間中の人では延べ50万人を超える。昭和33年に、引山14代が、佐賀県の重要有形民族文化財に、さらに昭和55年には、唐津くんちの引山行事が、国の重要無形民族文化財に指定された。豪華な漆の工芸品の引山は、現代の製作品に換算すると1から2億円に、上ると言われている。午後7時30分。 日やを合図に、たくさんの提灯で飾られた一番引き赤字市が、市中心部の大手口を出発。引きが、拡張内で巡行に加わっていく。笛、鐘、太鼓で奏でる引き林に乗せ、はっ姿の若者たちが、えんやあ、えんやあ、よいさよいさの掛け声を、夜の街に響かせていく。よい引きが、 現在の形になったのは1966年以降で、それ以前は前夜祭りとして、各町内がもっと遅い時間帯にバラバラに引いていた。祭りのクライマックス引き込み引き出しが行われる。午前9時半、おみこしがおたび所へと向かうのを、引き山が先導、護衛しながら、市内を巡行する。午後12時に、現在のおたび所がある砂地のグランドに一番引き山。 赤字氏を先頭に、所定の位置に次々と引き込まれる。見どころは、重さが2トン以上もある引山の車輪が、砂地にめり込むのをものともせず、所定の位置まで一生懸命に引き込んでいく優壮さである。なおこの日は、神事のため、赤字氏は、頭の上に見てぐらを掲げ進行路を清めながら進む。祭りの最終日、前日のお旅所信行を終え、 各町内に持ち帰られた引山が再び、唐津神社前に集合。午前10時30分、花火を合図に一番引山から順番に出発。二日の宵山と同じ市内東周りのコースを、ゆっくりと進み、午後12時頃に JR 唐津駅前に並べられる。午後3時に、同駅前通りを出発して、市内西周りのコースを巡行し、最後に引山展示町内に、 引山が収められ、唐津くんちの幕が閉じる。引山展示場に展示されている引山刀町の、赤獅子中町の青獅子材木町の亀と、浦島太郎製作当初は、浦島太郎ではなく宝手が載せられていた。五福町の黒を方眼源、吉爪の株と魚屋町の太陽石町の方を丸、新町の飛竜、本町の金獅子も面町の武田町。ありがとうございます。